あ、すいません。はい、お決まりですか。カツそばと、はい、で、あと餃子を餃子1人前、はい、お願いします。ありがとうございます。すいません、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。こんな感じになってるんですよね。前なかったですよね。いや、
もうこれも長々してるんですよ。いい、全然知らなかったです、ね、すいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すいません。というわけでごちそうさまでした。今回ね、本当に僕の高校時代の本当にあの通学路というか、だいたい歩いてね、ブラブラしながら帰ったりしてたエリアだったんですけども、本当にあのこの辺ブラブラして道に迷って、あ、ここにラーメン屋さんあるぞという感じでね、入ったのが初めての、このあずつきさんのお店だったということで、まだね、そのずっと残ってるっていうのはね、本当にありがたいなと思います。で、この中華そばの味っていうのは本当にあのね、結構もう味わい深い、スープで、でカツもなんかさっぱりジューシーな感じでね、なんかボリュームのある感じで、本当にあの当時と全く、変わってない味かなと思います。もちろんこのあのね、宝冠町商店街もちょっと変わりましたけども、今でもそのね、昔ながらの雰囲気が、残っておりますということで、本当にあの今日は、お店おいしくいただきました。それではまたあの興味ある方はぜひ行ってみてください。ありがとうございました。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。